京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの15回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？そうですね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。まずはジャイアンツの先発田嶋が京セラドームのマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さん、バットに当たりません。三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている西浦。今シーズンここまでホームランは2本。田嶋、まずは先頭バッターを三振に仕留め、打ちました。高い打球ライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。3番バッター山田、ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーは田嶋、ここまで8勝をマークしています。少し変化しました。ストライクです。ワンボールツーストライク、打ちました。吉川、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズバッターは平。前回のゲームではなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。この球は外れています。ボール先行です。低めの変化球は外れました。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから。さあ、バッターは坂本。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。さあ、初球は何か。初球打ち、ね、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球は伸びて突き刺さった。先制のツーランホームランです。ジャイアンツ今シーズン第20号のツーランホームランになりました。初球でした。外のボールしっかり踏み込んで引っ張った打球は特大の一発でした。見事な一発が飛び出しました。今のバッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターボックスは3番丸。前回のゲームでは無安打に終わっています。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。ノーアウトランナー三塁です。ここはさすがというバッティングでした。うまく打ち返しています。さすが期待に応えるバッティングでしたね。さあ、そしてバッターボックスにはゲレーロが入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしよう。引っ張った打球はレフトへ。さあ、サードランナーはどうする。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。3対0。ジャイアンツ今のバッティングご覧いただきましょう。まあ、しっかりと最低限の役割は果たしましたよね。犠牲フライによる追加点が入っています。打席には5番バッター岡本。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ジャイアンツさらに得点を上げ引き離しています。改めてお聞きしますが、バッターの岡本、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう？
そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。打った、左中間に強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター左へのヒット、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には石井が入っています。さあ、追加点のチャンスです。まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、2球目は何か。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。バッターの石井、今シーズン得点圏での打率は3割6分6厘となっています。いい数字ですね。勝負強いバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを期待したいですよね。そうですか。追っつけて打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。レフトの前に落ちる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。4対0、ジャイアンツ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあ、こうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回から確実にリードを広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには吉川が入ります。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。チェンジアップを見極めます。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。ジャイアンツ1点追加します。打席には8番バッター大城。リードはしてますが、まだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。さあ、打席には先発の田島が入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。打ちました。山田一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。しかし、この回ジャイアンツツーランホームランで先手を取りました。1回終わりました。5対0、ジャイアンツ先制です。2回の表、追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックスには4番バレンティン。さて、ジャイアンツの先発は田島。ここまで15試合に登板して8勝4敗という成績。前回の登板は8イニング投げて自責点3、勝ち投手になっています。ファウルになります。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。振ってきません。外れています。見逃し三振。まず1つアウトを取りました。打順は5番青木。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。コーナーギリギリに決めましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。センターに抜ける。あっと、強い当たり取れない。一塁蹴って二塁に向かう。これで3試合連続安打。打席には6番バッター村上。ジャイアンツとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。引っ張った、取った。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは注目のルーキー中山。ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトランナー三塁です。ファウルになります。バッターボックスの中山、今シーズンの得点圏打率は1割2分5厘となっています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。スワローズサードランナー残塁に終わりました。2回裏に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは平。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツ攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。打順は2番坂本。
先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。まあ強烈な一発でしたよね。しびれましたね、ホームランの感触が走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。3球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番丸。さっきのスリーベースはバッティングも良かったんですけど、これも良かったと。インサイド落ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁へ送球する、ランナー挟まれた。一塁タッチはアウト、タッチしてダブルプレイ、チェンジ。小宮山さん、序盤にこれだけの援護があるとピッチャーは助かりますよね。そうですね、もう本当に伸び伸びとそういうピッチングができますんでね。そうですよね、この後のピッチングに期待しましょう。ボールになります。さあ5球目は何か、変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のスアレスがバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。見逃して三振になります。打順はトップに帰って雄平、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。2球目打ちました、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。反撃、赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところ、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これで7試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番岡本、先ほどの打席でセンターへの引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、今日もマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。打順は6番石井、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取って。インサイド落ちました、これセカンドの右抜ける、ホームに送球、これで3試合連続のマルチ。初球ボール、次が2球目、引っ張った、これはどうか、ファーストの左抜けました、バックホームする、サードランナーホームイン、ジャイアン。打順は8番大城、初球打ち、これはどうだ、セカンドの右抜ける、ホームに送球する、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。ここは当然というさあバッターボックスには先発の田島が入っています。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。ランナースクイズやってきた、サードが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。ジャイアンツ1点追加します。さあバッターは平、ここで打点を挙げれば今シーズン80打点目になります。バッターの平、今シーズン得点圏での打率は4割2分2厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に打ちました、あっと強い当たり弾いた、それをフォローする、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。ライスバッターボックスには2番坂本、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや当たってますね、この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか、インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール、ワンボールツーストライクです。引っ張った、取った、一塁へアウト、スーパープレーが飛び出しました、ジャイアンツ1点追加します。打順は3番丸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています。青木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ連打連打、打者一巡の猛攻で得点。4回の表追いかけるスワローズの攻撃、バッターは2番西浦、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ジャイアンツ大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。打席には3番バッター山田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。4番
打席には4番バッターバレンティン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。打った、取りました。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。ゲレーロがバッターボックスに入ります。先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。11対0。バッターボックス岡本、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。ええ、さあここも打っていけるか。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代。空振り、2球目は何で来るか。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライク。低めの際どいところですが外れています。打った、抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞。初球は何で来るか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打ちました、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁、バッターボックスは8番大城。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスに引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。さあ打席には先発の田島が入ります。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。初球打ち、これはどうか、破りました、センター前、ホームに送球、タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、この回を抑えるとピッチャー勝ち投手の権利を得るわけですが、監督としてはこの後継投どうしますかね。三遊間、坂本取って、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番村上、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。痛烈、これはどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁、バッターは7番中山。ここは1点は諦めてゲッツーを狙う感じになるでしょうね。インサイド落ちました、これはショートライナー。8番バッター中村、まあジャイアンツとしては余計な点は与えないようにしないといけませんよね。はい、さあここはしっかり守りたい。外低め、ワンボールツーストライクです。空振り、ここはランナーを返させません。これでツーアウト。さあバッターは中尾、そのままバッターボックスに入ります。ベンチとしてはまだピッチャーを変えたくないようですね。そうですね。打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。引っ張った、これはどうか、セカンド取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。打順は1番に返ります。バッター平、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打席には2番バッター坂本、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。ここはいいところを見せたいですよね。そうですよね。ヒットでランナーを一塁に置いています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。いやー赤星さん、打線は絶好。打った、左中間に大きな打球、この当たりはどうか、フェンス直撃、バッターランナーは二塁まで進みました。
これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁2塁です。バッターボックスには3番丸。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。低めいいところに持ってきましたが外れます。引っ張った、ファーストを取った、ホームに送球する、三塁送球、三塁タッチはアウト。打順は4番ゲレーロ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。引っ張った、サード取った、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。バッターは雄平。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。この打球は切れました、ファールボールです。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。2番バッター西浦。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。3番バッター山田。先ほどの打席はセンターフライ、これも初球打ち、吉川掴んで3アウトチェンジ。この回スワロー6回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターは5番岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで6抜けていきます。これが今シーズン100本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。6番バッター石井。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中、打ちました。山田セカンド送球、2塁アウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。打席には7番バッター吉川。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました、内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット。バッターボックスには代打の阿部。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。引っ張った、打球はライトへ、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。6回終わって12対0。はい、これから7回スワローズの攻撃です。小宮山さん、7回でこの点差ですとピッチャーとしては楽に投げられるんじゃないでしょうか。まあそうですね、割とその余裕を持ったマウンドになりましたので、ただやっぱ気をつけないといけないと思いますけど。そうですね、今日は野手が非常にピッチャーを助けています。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました、伸びていく、変化球を打っていきましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。打席には5番バッター青木。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナーなし、ここは打ち上げています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。バッターボックスは6番村上。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうです。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、抜けていきます。
これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。打順は7番中山。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。7回の裏ジャイアンツ。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか？まあもうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目しましょう。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。見事起用。初球から際どいコースをついてきます。打ちました、ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。セカンドランナースタートを切る。2番バッター坂本。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスの坂本、今シーズンの得点圏打率は4割6分。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。高めのボール、これはどうだ。センターに抜けました。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックスは3番丸。いきなり牽制セーフ。打ちました、飛びついて掴んだ。二塁送球アウト。スーパープレイ。このゲレーロ、ここのところ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？そうですよね。今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。2球目打ちました、左中間に強い打球。レフトセンター下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。主砲の一振り。打順は5番岡本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、これは大きい。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。バッターボックス石井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックスには7番吉川。今日はここまで4安打を記録しています。いやー、今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこのか8回、スワローズのさあマウンドに上がったのは宮國。今シーズン11試合目の登板です。抜群の安定感です。ファウルです。これが2球目。これはファースト吉川、抑えて中村。今日の初ヒットがここで出ました。バッターボックスには代打の荒木。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。変化球空振り、ワンアウトです。
打順はトップに帰って雄平。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。うん、そうですね。初球空振りです。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。次の球もストレート割りですね。なるほど、打ちました。取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。さあマウンドを任されたのは倉本。今シーズン5試合目の登板です。際どいコースに送ってストライク。変化球が低めに外れます。一二塁間内野を抜けていきます。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めいっぱいに決まります。ワンボールツーストライク。打ちました。レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター平、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。3球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これがチーム30本目のヒット。ワンアウトランナー3塁2塁。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい。3球目打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。追加点が入りました。ジャイアンツ先。バッターボックス丸。まず何を投げてくるか。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。バッターボックスには代打の楊大寛。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。引っ張った。これはどうか、三遊間抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックスには5番岡本。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。これから9回スワローズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは戸根。今シーズン初登板です。初球変化球は空振りです。アウトコース空振り。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番バレンティン。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりでしたからタイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。そうですか。ワンアウトランナーありません。見逃して三振です。5番バッター青木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいです。打ちました。ショート取った。これでスリーアウト。試合終了になりました。
ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね。これヨセラドーム大阪からお伝えしてまいります。まずはジャイアンツの先発メルセデスが、打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。さあ、先制、牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああ、そうですね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト。バッターの青木、今シーズン得点圏での打率は2割3分6厘。打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターは2番に入っている坂本。昨日のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょう。打ちました。センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、バッターランナーは2塁到達。チャンスを広げていきます。さあ、バッターボック4球目は何で来るか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まあ、ここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃ。バッターボックスの雄平、今シーズンの得点圏打率は1割9分7。打った、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。ホームに送球する。センター前ヒット。ジャイ、一二塁間取った。一塁アウトでスリーアウト。さあ、ご覧ください。先ほどのプレーになります。バッターボックス坂本、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。なかなかタイミング合いません。ノーボールツーストライク。インドを見送っています。外、これは外れます。打ちました。これはどうだ。三遊間抜ける。これでマルチヒット。
ちゃんとつながったんで、ここが大事ですね。まずは見送ります。ワンボール。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト、ダブルプレー。打順は2番坂本。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。外低めの球、インコースの変化球見ています。打ちました。中山が掴んで3アウトです。ここまでのハイライトです。バッターボックスには2番坂本。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を引っ張った。サード取った。2塁アウト。1塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは センターへ。このフライはどうだ、落ちるか。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。セリーグ公式戦、読売。まずはジャイアン。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持って。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。スワローズボール球だったんですけど、高めだった分持っていかれましたね。はい、2球目打ちました。さあどうだ、一塁線落ちてフェア、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス山田。このボールは ここはゲッツーを取りたい場面ですね。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重、入った、ホームラン。4番に一発を浴びてしまいました。警戒。これが6球目。いい当たり、取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね。3球目打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、これは破るか、どうだ。バッターは中山。今シーズンここまで打ちました。レフトに上がった。しかしこれは外野追いつきそうだ。ゲレーロが抑えて3アウトチェンジです。楊大寛が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭。インサイド打ちました。センターへ抜ける。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターの打ちました。キャッチャーゴロ、アウト。微妙なタイミングではありますが1塁アウトです。さあそして打席には丸が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏にランナーを置いています。まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返す。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。取って2アウトです。さあそしてバッターボックスにはゲレーロ。ここはランナー変え、2回に入ります。スワローズの攻撃。8番バッター打ちました。これはセンターに抜ける。
先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ストレートのファン、バッターの雄平、このピンチは空振り三振。2球目打ちました。岡本、2塁送球、セカンドフォースアウト。さあ、そして打席には山田が入っています。さあ、2アウトながらまだピンチは出していません。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り打ちました。いい当たりだ。左中間に強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。このカウントバッターを狙って思い切り振ってきますから、1、2塁間、吉川掴んで1塁アウトで3アウトチェンジです。しかし2回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスには5番岡本、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですね、バットを振れてる感じですね。そうですね、ジャイアンツ点差が離す、打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている吉川、打った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球、フェンスを越えた、ツーランホームランが出ました。今シーズン第2号のツーランホームラン。フルカウントからの変化球、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ジャイアンツが追い上げます。7対2になりました。もう打った、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている大城、前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。外れてフォアボール、ホームラン、バッターボックスには代打の亀井、フォアボールのランナーが出ています。高めのボール、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んで2アウト。打順はトップに帰って楊大海、先ほどの打席はセンターライト方向を流しました。打球はライトへ、伸びていく、伸びていく、しかしこの回ジャイアンツ小宮山さん、序盤から点差を離される展開となってしまいましたね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは6番村上、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから。2球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。ジャイアンツピンチ、バッターボックスの中村、今シーズンの1、2塁間を破る、バックホームする、サードランナーホームイン、スワローズ1点追加します。さあ、打席には先発の高橋が入ります。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。打ちました、ビアヌエバ、本塁タッチはアウト、一塁送球。さあ、バッターは雄平、打ちました、流しました、これはどうだ、ヒットになった、ホームに送球する、これで2試合連続のマルチヒット、2アウト満塁です。バッターは空振り、ここはランナーを、西さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すためには何が必要ですか。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは3番丸、先ほどの打席はない、ここでコントロールミスが出ました、デッドボール。バッターボックスには4番ゲレーロ、先ほどの打席最後は空振り三振に走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この点差で走る、チャンスの場面振っていきました。バッターの岡本、今シーズン打ちました、ボテボテ、ショート前に来る、前に来る、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これが先ほどのプレー、
4回に入っていきます。ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。先頭バッター高め打ちました。これはどう破りました。センター前、これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁、外れてフォアボール。見逃し三振、ピンチをしのぎました。ワンアウトです。7番バッター中山、先ほどの打席で、さあ2球目は何か。2球目打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。バッターボックスは8番中村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、押しだ。さあバッターボックスには先発の高橋が入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そう打ちました。いい当たり、吉川一塁アウトで3アウトチェンジです。打席には6番バッタービアヌエバ。前の打席はフォーク、バットに当たった、三振になります。バッターボックス大城、前の打席では見逃し三振、スリーアウトチェンジ。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑え。これはファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。打席には2番バッター西浦、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。打った、ボールを拾って、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。4番バッターバレンティン、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないと。ランナースタート、キャッチャー送球して走塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターをライト方向を流しました。これはどうだ、取った、1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ。小宮山さん、一方的な展開で負けている時というのはベンチとしてはどんなことを考えてるんですか。どうですかね、もうこの試合、これから5回の裏、ビハインドではありますが繋いでよく見極めました。フォアボールです。ノーアウト、打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、二塁を送ります。二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。2番バッター坂本、これはセカンド山田抑えて3アウトチェンジ。さあマウンドを任されたのは中川、今シーズン17試合目の登板です。抜けていきます。これが今シーズン100本目のヒット、打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、坂本アウト、ワンアウトです。バッターボックスは7番中山、まあ、ジャイアンツとライト方向を流します。1、2塁間を破る、ホームに送球、これでマルチヒット、ランナー3塁1塁となりました。打席には8番、3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、スワローズ1点追加。さあ打席には先発の高橋が入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。バントしました、打ち上げてしまいました、取りました、送りバントは失敗です。打順は1番に帰ります。バッター雄平、今日はホームランを放っています。ランナー送りバント失敗、空振り、ここは空振りでアウト。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ジャストミート、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。丸、バッターボックスのゲレーロ、今シーズンのトップ引っ張った、打球はレフトへ、レフト掴んでワンアウト、三塁へ送球。バッターは5番岡本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナー空振り、打ちました、取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。さあご覧ください、先ほど西さん、点差的には少し厳しい、
いきなり際どいが、さあ外してくるのか。引っ張った、取った、三塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。打席には5番バッター青木、打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、一塁へ、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁、アウトコース打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。西さん、まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところです。これはセカンド取りました、一塁アウト、スワローズピッ、さあマウンドに上がったのは五十嵐、バッターボックスには代打の阿部、ワンアウトランナーありません、打ちました、村上抑えてツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って6回から登板の中川がそのままバッターボックスに入ります。ちょっと点差がついちゃってるんでね、ピッチャーバッターボックスには代打の石川、打ちました、山田取ってスリーアウトチェンジ、この、さあマウンドを任されたのは畑、今シーズン三振、これはサードビアヌエバ取って、ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の伊賀、フォアボールの、さあ勝負してくるのか、打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ボール球だったんですけど変化球で空振りを取ります。8回の裏、ジャイアンツ打順よく1番、よく見極めました。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁、西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。そうですね、結果論ですが、いいバッターが打席にいるので、次が2球目、1、2塁間、中山取ってスリーアウトチェンジ。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いや、もう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて、変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは4番バレンティン、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。畑、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打順は5番青木、これが3球目、三振です、スリーアウト。西さん、野球は9回ツーアウトからというふうに言いますし、何が起こるか、打ちました、ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト、バッターボックスには5番岡本、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたい。2球目打ちました、この打球はフライになっています、サードが落下点に入ります。バッターボックスには6番ビアヌエバ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バッターボックスには代打の平、ツーアウトになっています。このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。引っ張った、中山、これで3アウト、試合終了になりました。
東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずはジャイアンツの先発高橋光成、立ち2球目は何で来るか。打ちました、痛烈、これはどうだ、センターに抜けました。これで10試合連続安打。さあ一塁、さあ3球目は何か。打ちました、取った、二塁へ、セカンドホースアウト。一塁送球は打順は3番平、相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。ピッチャー制球が怪しくなってるんで、ボール球をしっかり見極めていきたいですよね。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。インコースに切れ込む変化球、打ちました、鳥谷、セカンド送球、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れます。ここでしっかり食い止めたいですよ。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。レフトへ、これは外野へ、さあサードランナーはどうする、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーがホームに帰ってきました。梅野、きっちりと犠牲フライを打ちました。ご覧いただきましょう、ここで犠牲フライ、得点を許しています。三振を取りました、スリーアウト、チェンジ。打席には3番バッター平、連続フォアボールでチャンスを広げています。ピッチャー制球が怪しくなってるんで、ボール球をしっかり見極めていきたいですよね。さあジャイアンツ打ちました、これはセカンドの右抜ける、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました、点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体、バッターボックスには3番平、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、初球打ち、右中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています、ライトが取りました、ツーアウト。タイガース、ここでピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは望月、今シーズン15試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げ、打ちました、取った、二塁送球、セカンドホースアウト。さあそしてはバッターのマルテ、今シーズン得点圏での打率は2割飛んで8厘となっています。ここでフォアボールを与えました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね、このピンチ空振り三振に切って取りました。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。インサイド打った、ショートの左掴んだ、二塁へ送球、二塁アウト、ダブルプレー、チェンジです。同点のピンチだったんですが、最後は8回の裏に入りました。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは平、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツリードで迎える8回の攻撃です。インコース詰まりました、ここはフライになっています。糸原抑えてワンアウト。さて2球目打ちました、レフトに大きな打球、さあどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで7試合連続安打。もうここは歩かせてもいいでしょうね。ああそうですか、センターへ、いいところに飛んでいる、ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト、これで3アウト、試合終了、2点差を守りきる。
東京ドームです。まずはジャイアンツ、バッターは糸原。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウト。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには鳥谷。まあここは送ってくるでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。次が4球目。ここもバントの様子も見送っています。ここはボール球、バントの構えは見せています。スリーバント失敗。ランナー、ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。打ちました。ショート取った。送球する、アウト、2アウト。さあそして打席には中谷が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。1回の裏、ジャイアンツの攻撃です。丸が打席に入ります。今シーズンここまでホームランは18本。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。バッターボックスの坂本、今シーズンの得点圏打率は4割6分6厘となっています。打ちました。これはセンターへ抜ける、バックホームする、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁1塁。さあそしてバッターボックスには平入ります。さあチャンスが続きます。打ちました。セカンド取った、2塁アウト。サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点を先制しました。4番バッターゲレーロ、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。うーん、当たってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。打った、これはどうか、センターに抜ける、三塁へ送球する、タッチはアウト。これで2アウト、2アウトランナー1塁。5番バッター岡本、2試合当たりが出ていません。2アウトランナー1塁です。改めてお聞きしますが、この岡本どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。なるほど。変化球空振り。2回になります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスは5番北条、昨日はマルチアンダーを記録しています。さてジャイアンツの先発は菅野、ここまで16試合に登板して11勝をマークしています。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げて、現在ハーラーダービーで切れていきます。ファウル。これは内へ外れます。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。打席には6番バッターマルテ。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは菅野、ここまで11勝をマークしています。現在ハーラーダービー単独トップ。里崎さん、それにしても調子がいいですよね。まあ順調に勝ち星を伸ばしてますよね。チームとしては欠かせない存在になってきてますよね。そうですよね、チームとしては頼りになる存在となっています。打った、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、センターライナー掴んで、これで2アウトです。バッターは7番に入っている福留、2アウトになっています。インコース決まっています。これが2球目、ボールになります。ファウルになります。ボールになります。さあ仕留められるか。打ちました。セカンドが前に来る。吉川一塁アウト、スリーアウトです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、
打順は6番石井。今シーズンここまでホームランは12本。ジャイアンツ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。落ちました。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターは吉川。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。もう1球牽制球、1塁はセーフ。走ってきた。キャッチャー送球して一塁タッチはアウト。2球目打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。8番バッターはキャッチャー住谷。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが早くもツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。打った、高く上がった。さあどうだ、真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。初球は何から入ってくるか。見送ってボール。ストレートを狙ってたんでしょうね。釣り球、しかし誘いには乗りません。次が5球目。高め打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね、取れる時に取る。バッターの丸、今シーズン得点圏での打率は3割飛んで4厘となっています。いやー高い率ですよね。頼りになるバッターだと思いますね。ここも期待に応えてくれるでしょうね。ああそうですか。外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。空振り三振、前にボールを飛ばせません。3回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ジャイアンツリードで迎える3回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、変化球で空振りを取り、ファウルです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って糸原。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、スリーアウト。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところです。ライト方向を流しました。これはどうだ、一二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。3番バッター平、先ほどの打席で先制となる打点を挙げています。まあできれば打って決めたかったでしょうけどね。ええ、今度はいいところを見せたいですよね。はい、そうですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る。ジャイアンツチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに追加点を取っておけると楽ですからね。なるほど、そうですね。さあドカーンと大きな当たりです。高く上がった、レフトが入った。スリーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追加点が入りました。ジャイアンツ5対0。これぞ4番という仕事をしてくれました。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやうまく打ちましたね。これは大きなリードをもらいました。
番バッター岡本。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。それで4連打、ノーアウトランナー1塁です。6番バッター石井、先ほどの打席でヒットを放っています。引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。バッターボックス吉川、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開。痛烈、これはどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。打順は8番住谷、前の打席はツーベースでしたからね、ええ、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、そうですね。ジャイアンツこの回7人目のバッターになります。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。高めのボール打ちました、弾き返した打球はライトへ、ライト掴んでツーアウト。さあバッターボックスには先発の菅野が入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました、右中間に落ちました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。打順は1番に帰ります、バッター丸。さあまず1球目、初球変化球空振りです。さあ2球目は何か、今のはよく我慢しましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。高め打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。さあバッターは坂本、ここで打点を挙げれば今シーズン80打点目になります。打った、高い打球、レフトが追いかける、追いかける、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。このホームランで打点王争いのトップに並びました。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスは3番平、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ジャイアンツ打った、北条取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回、里崎さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。まあそうですね、立ち上がりを含めて序盤はさすがという投球内容でしたね。そうですね、このゼロ更新どこまで続けることができるんでしょうか、はい、打ちました、内野を抜けていきます。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス糸井、先ほどの打席はショート、初球打ち、右中間に落ちました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックス中谷、まあここは点差もあるんで失点よりもアウトを増やすことを考えればいいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。バッターボックスの中谷、今シーズンの得点圏打率、引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト、際どいタイミングでしたが三塁フォースアウト。バッターボックスは5番北条、まあジャイアンツとしては余計な点は与えないようにしないといけませんよね。はい、さあここはしっかり守りたい。惜しいですね、アウトロー際どいところわずかに外れました。インサイド落ちました、これは三遊間抜ける、ホームに送球する。ジャイアンツさらにピンチになりました、ワンアウト満塁です。バッターボックスは6番マルテ、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっと空振り、ここは空振りでアウトを取ります。バッターは7番福留、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。インサイド落ちました、この打球は落ちるか、どうだ、セカンドランナー3、サードランナーホームイン、1点返しましたタイガース。バッターボックスは8番梅野、タイガースこの回7人目のバッターになり、初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーン、さあバッターはゲレーロ、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。アウトコース、ボール、
打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、どうか、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。主砲の一発で1点。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今さらに1点を追加。これが1球目。一、二塁間、鳥谷掴んでアウト。素晴らしい守備を見せてくれ。打席には7番バッター吉川。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打点を上げるチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。打ち上げました。これは大きい、伸びていく。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたが、最後はライトフライ、掴んで3アウトです。4回から登板の望月がバッターボックスに入ります。まあもう少し長く投げてほしいということでしょうね。そうですね。これはセカンド吉川、抑えて一塁アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。内へ低めに変化しました。打ちました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター鳥谷、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球で空振りを取ります。これで2アウト。バッターは3番糸井。先ほどインサイド落ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、丸が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。12対、赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思う。打ちました。初球から積極的に行きましたが、初球は際どいところに行きました。ストライクです。スピードボールを持っています。一塁線、マルテ掴んで一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。初球打ち抜けていきます。おっと送球がそれた。おっとボールが落ちている、落ちている。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー1塁。打順は3番平。先ほどの打席はショートゴロに倒れている。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウト2塁1塁。バッターは4番ゲレーロ。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをし、インサイド弾き返した打球は左中間へ、うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ランナーで、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、打席には4番バッター中谷。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ大きく点差をつけて6回を迎えています。里崎さん、ズバリ高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。ストライクになります。ノーボールツーストライク。打ち上げた。この打球はフライになっています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。バッターボックスマルテ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここ打ち上げました。ここは打ち上げています。変化球に泳がされて取りました。アウト。
この回タイガース三者凡退です。6回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックス岡本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランです。内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは6番石井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、あっと取れない。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これでマルチ。空振りでストライクを取ってきました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツが突き放します。14対1。8番バッター住谷、打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。さあ打席には先発の菅野が入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。送ります。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。打順はトップに帰って丸。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックス坂本、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いやインサイド落ちました。ヒットになった。これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。打席には3番バッター平。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。打ちました。破りました。センター前。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。打順は4番ゲレーロ。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。タイガースピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは岡本。今シーズン14試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ここはあっという間に追い込んでいます。バッターの岡本、今シーズン得点圏での打率は3割。インサイド打ち上げました。センターに打球伸びる。センターライナー掴んで、これで2アウトです。打席には6番バッター石井。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。引っ張った、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。打順は7番吉川。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。初球打ち、この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。ジャイアンツ。バッターボックスは8番住谷。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。この球は外れました。低め、これは外れた。スリーボールになりました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。タッチはアウト。これで3アウト。しかしこの回ジャイアンツ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。里崎さん、7回も続投ということになりました。そうですね、まあ、試合を作ってリードしてますからね、まあ、最後までいくと思いますから、勝負はここからでしょうね。そうですね、勝負の終盤7回です。
変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス梅野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておくと。バッターボックスには代打の近本、ツーアウトになっています。打ちました。坂本掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。変化球タイミング合いません。打ちました。北条抑えてワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター丸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これがチーム30本目のヒット。ワンアウトランナー1塁です。打順は2番坂本。今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いやすごいですね。まあこういう日もたまにはあっていいですよね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。大きな打球になった。レフト下がって、レフト見送った。ツーランホームランが出ました。このホームランで打点、ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスには3番平、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてる。これが初球、打った、抜けていきます。これが今日5本目のヒット。ここでジャイアンツダイソーを送ります。バッターは5番岡本、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。4球目は何で来るか。インコースボール、打ちました。北条一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツツーランホームランで得点を追加。打順はトップに帰って糸原。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。今のは切れてましたね。インロー、キレのある変化球に空振り、あっという間に2ストライクです。ファウルになります。よく見ています。一二塁間、吉川取ってワンアウト。バッターボックスには代打の木浪、まずはワンアウトを取っています。初球ストライク、ファウルです。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。3番バッター糸井、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょう。これはショート坂本取ってスリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。8回の裏ジャイアンツの攻撃、打順は6番石井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。初球打ち、これは大きい、伸びていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これが今週
初球いいところに決まりました。低めのいいところにチェンジアップが決まります。すぐに追い込みました。見逃し三振。初球バットが回ります。次が2球目。2球目打ちました。右中間に大きな打球、これはどうか。右中間破っていきました。2塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁到達。ジャイアンツ1点追加します。さあバッターボックスには先発の菅野が入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面バントしました。ピッチャーが取る。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。送りバント成功。ツーアウトランナー三塁。打順は1番に帰ります。バッター丸。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですから。どんどん高めのボール、これはどうか。センターに抜けました。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターボックスには2番坂本。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょ。打ちました。大きな打球になった。レフトバックするが、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは3番平。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。バッターボックスには代打の楊大寛。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。初球空振りです。2球目は何で来るか。低め見送っています。低めに落としました。空振りです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。これから9回ジャイアンツが守りを固めます。ただいまの回代打の楊そのまま入り。里崎さん、やはりと言いますか最終回のマウンドにも上がってきましたね。まあそうですね、失点こそしましたけどね、ここまでしっかりしたピッチングで試合を作ってますよね。そうですね、最終回なんとか打ち崩すことはで、豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。打席には5番バッター北条。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。大城が掴んでツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね。アイストライクを取りに打ちました。左中間に強い打球。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。マルテ、高め打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。里崎さん、